国連総会に合わせてニューヨークを訪問中の茂木外務大臣は23日、韓国のチョン・ビヨン外相と会談し先週、弾道ミサイルを発射した北朝鮮の情勢をめぐり緊密な連携を続けることで一致しました。日本側のの発表にによりますと、モテギ大臣は、北朝鮮の完全な非核化に向けて、 日韓や日米韓3カ国の連携を一層進めたいと発言したということですまた元徴用工や慰安婦をめぐる問題についてもやり取りがあったということですが日韓ともそれぞれの主張を展開するにとどまったとみられます会談後、茂木大臣は記者会見で次のように述べました日韓関係を健全な関係に戻し その上で幅広い分野で協力できるようにすべく外交当局間の協議であったり意思疎通を加速していくことで一致をいたしました。